北陸地方で、富山湾で地震を検ンチ。緊急地震速報の速報で3地震が予想される地域をお伝えします。近近い石川、新潟、富山、長野、岐阜、群馬、福井、埼玉、福島、山梨、山形、栃木、愛知、滋賀、茨城、静岡、千葉、三重、東京、宮城、兵庫、奈良、神奈川、秋田、京都、大阪、 緊急地震速報の続報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。石川、新潟、富山、長野、岐阜、群馬、福井、埼玉、福島、山梨、山形、栃木、愛知、滋賀、茨城、静岡、千葉、三重、東京、宮城、兵庫、奈良、神奈川、秋田、京都、大阪、対象地域では慌てずに、 まず身の安全を確保してください。 四街地方北部で揺れを検出。震度速報。最大震度5強を。石川県。で観測しました。 震源情報震源地は石川県の都地方深さ 10km マグニチュード5 9この地震により日本のの地震情報が発表されました3日6時31分44秒にの心配は本州東部西岸で地震がありました震源の深さは 89.8km マグニチュードは5.5と推定されています EMS 氏、地震情報が発表されました3日6時31分41秒に、本州東部西岸で地震がありました、震源の深さは13キロメートル、マグニチュードは5.5と推定されています。 REEST 地震情報が更新されました3日6時31分44秒に本州東部西岸で地震がありました震源の深さは30.4キロメートルマグニチュードは5.5と推定されています。 地震情報。午前6時31分頃、最大震度5強を観測する地震がありました。この地震により、日本の沿岸では、若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。震源地は、石川県の都地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されています。この地震で、最大震度5強を、石川県の都、 で観測しま,したまた、r e s p 地震情報が更新されました3日6時31分43秒に本州東部西岸で地震がありました震源の深さは 88.6km マグニチュードは5.5と推定されています富山県東部富山県西部石川県加賀福井県麗北長野県北部で観測しています。 REEST、地震情報が更新されました3日6時31分44秒に、本州東部西岸で地震がありました、震源の深さは32.4キロメートル、マグニチュードは5.5と推定されています。